エリ君のやつ。さあ、出目は何が出るでしょうか。あ、危ねえ、10番。さあ、何でしょう。次の自分の番まで喋り方がナルシストな男キャラになる。おいおい、勘弁してくれよ。ねえ、カイト君、カイト君。この俺に喋らせないって言うのかい？いや、全然、喋らせるでしょ。え、カイト君、今日、なんか、朝何食べたの？朝かい？うん。みんな知ってるだろ？だって俺のことだよ。知らない人いる？いるわけないよね。でも教えてあげる。だって僕は優しいから。プロテイン。こんなルシストだったら友達になりたい。もう友達じゃないか。だって僕が認めたんだよ。うせー。え、ちょっとおもろい。じゃあその間、じゃあ村瀬さんも、じゃあはい、村瀬さんやってもいいですよね。よし、回すよ。ああ、いいですよ。まあ回せるものなら。いや、回す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 、綺麗に回しますよ。2番。自分以外の2人を本気で褒める。今のこの僕一人でもいいよ。でも僕にもちょっと時間を分けいただくこととか。僕の時間をかい？めっそうもない。めんどくせえな。じゃあまずまずじゃあ、ヤシロから。本気で、はい、なんだろう。僕を待たせるのか。やっぱり、なんか、すごいまっすぐだなっていうふうに思いますね。終わり？まっすぐだなって。あとなんか、面白い人だなっていうふうに思いますね、本当に。しっかりしてる。いや、後輩、こういう後輩がいてよかったなってでも思いますよ、ちゃんと。130回ぐらいやってんだけどな、私。100も50回だよ。100が500、150回。そう。まあそういう感じですかね。ヤシロさんに関しては。さあ、僕の番だ。カモン。全然褒めたくねえんだよな。いやいや、褒めたくなくても出てきちゃうでしょ。目が綺麗ですよね、やっぱり。確かに。この輝きはダイヤモンドにも匹敵するから。あと、いろんなことへの知識がすごくある。確かに、もう吸収率はスポンジ。それはちょっともうよくわかんない。あとすごい真面目。真面目なところあるよね。それが僕の美学だから。なんかやっていくたびにどんどん褒めたくなくなっちゃうんだけど、俺だけから。まあでもすごくいい友達だから、なんかこう人思いだし。友達じゃない、親友だろ。ありがとうございました。今日はね、その感想も読みつつ、そう、これが更新されるのが10月の11日11日です。なるほど、なんかね、ここにいろいろ書いてあるんですけど、はいはいはい、10月の13日は、はい、あの日ですねって書いてあるよ。あの日？ね、あー、あの日ね。はいはいはい、そう、はいはい、さつまいもの日です。はい、そうです。おならがいっぱい出ちゃうね。秋の味覚さつまいもの日で食べましょう、はいはいはい、そしてもう一つ忘れちゃいけない大事な日でもありますよね。はい、なるほど、そうですね、なんと、はい、あの19世紀に活躍した商人、エドゥアルト・フルエーゲルの誕生日です。なるほど、イアン・ソープの誕生日でもあるけどね。あ、そうなんだね。あ、じゃあそろそろ始めていこっか。おお、マジかよ。はい。はい、そして、何より忘れちゃいけないのが。何何何？あ、分かった。声優の、小野坂まさみ。ああ、来ました、同じ誕生日って。去年はね、バースデーイベントなんかやってたりとかしてね。あらら、素敵ですね。僕もね、そこで祝われたらなぁなんて思ってたんですけど、そんな夢も叶わずというところでございまして、俺も誕生日です。あ、そうなんだ。はい、それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ハイキュー、カラスノ高校放送部、はじめ！ハイキュー、カラスノ高校放送部。この番組は、ハイキューセカンドシーズン制作委員会の提供でお送りします。あ、そういえば、カイトくん、誕生日おめでとう。おい。メンゴ。